そちらです。せいです。うっ、勝者です。このコーナー、たくさんたくさん来てます。チューブネームイキアに住みたい、せいやさんのダイエットの成果はどうでしょうか。最近野島せいやさんにより近づいてる気がします。野島せいや、野島せいセクシーダイエットね。あれ、ダイエット出てる成果。いやー、もうしてないな。まあそうか。うん、なんか別にめちゃくちゃ太ってた時よりはその一瞬痩せたから、もうこれをキープかなって感じかな。なるほどな。まあ、やりたいですけどね、サッカーとかスポーツとかで、ダイエットとかじゃなくて。なかなか時間がな、普通に運動でも。なんかジム行ったりとか知ってた時よりはもうやめてますね、ダイエット。あれは YouTube で紹介したのバービー。ああ、もうあれやってるやってる。あれほんましんどすぎるからな。あれえぐいらしいな。うん、あのようこの動画で紹介してから、はい、俺のほんまに多分信じてくれたファンとかが、はい、ほんまに今日これだけやりましたみたいな、結構いたんですよ、報告してくれる人が。大体ほんま4日ぐらいでみんな怒ってたの。ゲロ吐いたんですけど、えぐいやろな、死にそうなんですけど毎日みたいな。ほんまにこれ毎日ですか。いやいや、これできる時だけですよみたいな。確かにあれ死ぬもん、多分ずっとやってたら死ぬよな。うん、じゃあちょっとサクサクいこうか。なんなんじゃそれ。5個ぐらい答えたってもいいかも。あ、いいですね。ね、チューブネーム、結局霜降りチューブ。はい、毎日楽しく拝聴します。質問です。霜降りミオリさんの同期もしくは後輩って年上の方多くないですか。どういうからくりなんですか。まだ年下の先輩でいらっしゃいますか。先輩と仲良くなる秘訣知りたいです。確かにね、年上ばっかりですね、後輩同期。お年、そうやな、同期なんかもうほぼ年下や、年上か。もし僕らがね、高校卒業して、うん、みんなと同じように最速で NSC という養成所入ってたら、うん、お前は1年後輩なんですよ。34期なんやな、俺ら。そう、だから粗品さんがでは早すぎたよ。そうやな、一般っていう、僕らは NSC 入ってないんですけど、うん、俺粗品合わせにしてるんですけど、それでも1年早いねんな。そうやな、高卒でもないねんな。まあ、高卒 NSC 組ではないです。NSC 行ってない分1年早いってことですね。NSC 行った1年間は一応0年目みたいなもんだったな。なんで、僕ら同期33期。33期生。が、僕が高3の年に1年間通ってたんですよ。それおかしいもんな。高校の時に芸人になってるってことやもんな。そうそう。俺ら。で、僕大学1年生の時にオーディションを受かったんで、その年にちょうど NSC 出たての33期と合わせたんですよね。だから年上多いな。だから先輩で年下はおらんよな。もう絶対に。絶対おらんな。おつっておった、年下の先輩って。マジでおらんな。いや、おらんと思う。その俺らは年下の先輩には結構なってるけど、なるほど。ああ、おらん。先輩で年下はまあおらんな。一人もおらんじゃん。一人もおらんな。まあなんかあれやで、その高一からなんか、いや、インディーズでやっててみたいなのは知らんで、その要は訳分からん人、訳分からん人は知らんけど、ちゃんとオーディションとかそういうの劇場入ったり、リアルキッズさんみたいな人が俺らの時代おらんかったもんな。ジュニアさんとかチャンスさんで、あれはあのわらちゃんで戦ったお前が、はい、出口入り口堀口とか、やかましいわ。もしかしたらデビュー早い、だって同じ時、あの人たちがまだ今もやってたら、あれな、先輩で年下かもしれない。わらちゃんの時は僕は吉本所属やったんですよね。うん、出口入り口堀口どうなんやろな。どうなんやろ、敬語使えてもらえないですよ。あ、前田前田さんや。ええー、前田前田さん先輩で年下でしょ、多分。年下？ほんま？え、だって俺らが、これ、年下ちゃう？めっちゃちっちゃうで、だって5歳とかで、俺らが、多分、小学校ぐらいで見てた時。え、今おったわ。前田前田さんが先輩やけど年下や。はぁ、山上兄弟もか、それで言ったら。山上兄弟がええやろ。いいな。芸人か、前田前田今。もう辞めたんじゃん。いや、まあでも先輩でしょ、辞めても。あ、そうか。あ、まだなんかやってんのか。俳優さんとかやってますね。あ、そうか。やってるやってる。そう、先輩やな。前田前田さんは年下で先輩。今、23歳と21歳。ええー、まだ
全然先輩で年下やった。おるな、おるもんやな。前田さんや、圧倒的な。松竹ですよね。チューブネームお魚クラブ。ちぎりワングランプリ、はい。ちぎって食べて一番美味しいものを決める大会を開いてほしいです。王者ちぎりパンに勝てるものがあるか知りたいです。あ、もう動いてます。よく気づきました。はい、もうこあはい、もう近々近日公開。あ、そう。ちぎりワングランプリやります。え、そんなパンだけやろ。なんかクリームパン、あんパンとかだけでしょ。いや、おにぎりとか。肉まんとかやっぱちぎってうまいのいっぱいあるんですよ。ピザ。ピザ？ピザ。あとまあ巻物ね、巻物系。太巻きとか。はい。あと豆腐とかやっぱちぎって。ハンバーグとか。何がうまいちぎって。いやだからそれを決める大会なんですよ。なるほど。どれがちぎ一番ちぎってうまいのか。なるほどね。じゃあこれ近日公開、パイナップルとかもやっぱちぎって食べるのあるの知らん。スナックパインっていうこれそういう発想が出てるのに、このちぎって食べようねっていう時代、 SDGs の11項目になるちぎる時代にしようっつって手のマークだこれ。そうちぎるアイコン、ちぎっていきましょう、世界が。あ、そう、全部もちぎる時代になります。おにぎりもハンバーグも、こう口がもう持たないの、人間と人間。ちぎる方がちっちゃく省エネなんで。省エネなんで。そうそう、これが未来よ。これじゃやりましょう、ちぎりワングランプリ。ちぎりワングランプリやりますか。次リンクはやろうか。やろうか。中年の8-0-0、うん、学生の頃に聞いていたラジオ番組ありましたか。それぞれピンで他の人とラジオやるのは誰だですか。あー、なんかよくね、ラジオ、うん、何聞いて育ったんですかみたいなインタビューとかあるな。ラジオやってるからな、そうそう、我々が二人ともないんですよね、それはね。マジでない。そう、芸人ラジオとかも聞いてこへんかったよな。聞いたことない。もう生粋のテレビっ子ですね、僕は。テレビ好きね。ずーっとテレビ。ラジオはね、でも、FM は聞いてましたよ。あの、マーキー。マーキー。マーキーって知ってます？ラマーキー、有名な FM802 の DJ のやつはずーっと聞いてましたね。いつぐらい？中学生とか、高1かなぁ、うん。大貫拓人さんとか。あ、なんか人気とか。大有名な802の大貫拓人さんとマーキーは、まあ、2人を俺を抑えてたね。それぐらい。芸人のラジオとか別に。それは、うん。聞いたことなかったね。よく、はがき職人出身ですよね。僕も言われるんですよ。うん、はいはい。まあ、あ、そうなんや。ないし。ピンで他の人とやるなら誰ですって話よ。あー、でもこれ前から言ってるけど、やっぱ太田さんとかね、爆笑の。あー、やっぱ古いせいや、そうそう、演芸の話を聞きたいし、ええー、な、なんか昔の話も聞きたいし、ほんでやっぱランジャタイさん、国さん、前共演してやっぱめちゃめちゃおもろかった、トークがおもろかったな。なんか国さんのトークええー、なーと思うねんな、通ずるもんがね、なんか自分のいいわーってなるねん。めっちゃいいわーってなんねんな、クミさん見てたら。ちょっとそのな、記憶芸っぽい。そう、なんかうわっ、その感じめっちゃわかりますわみたいな、クミさんの。確かにな。めっちゃ好きやな、クミさんって呼んでんねん。クミさん、アホマイルだよ。クミさん、クミさん、で誰ですか、クミでやる。いやー、誰やろな。誰、まあ、リュウジちゃう。お前前田龍二、仲ええというところにやれや、勝手に。あの、自分らのユーストリームでやっとけ。ユーストリーム懐かしいな。勝手にいつでもやれんねん。龍二とかかな。龍二、ああ、ええな。そこは龍二だよな。龍二、まあ、ガンガン突っ込みもあいつ。確かにね、やってくれるし。あ、ねえ、どうしよう、チューブネーム、ドンテン。お二人は学生の時に芸人さんライブ見に行ってましたか。今見に行くならどうやって面白いライブ情報をゲットするのが良いでしょうか。ライブもどうかね。ソジアさん行ってました。俺行ってないな。ただあの、まあ、お笑いやる前かやってからか忘れたけど、そのティーアップさんがザ漫才で嘘を言うて、せいやさんと二人で行ったのを覚えてますけどな。あの、ティーアップさん好きっていうの意気投合してなんかあってんな、それ二人で。ティーアップさんおもろいなみたいな。そう、せいやさんはあのライブは、いや、ないな。なんかそのお笑いそんな好きみたいな感じじゃなかったからな。そうやな、うん、逆というかな、その
あ、できるやろと思ってた方というか、まあ、自分でやる方でしょうね、その見に行くというよりは。うん、まあフットボールアワーさんの DVD とか持ってたから、ね、ジェットボールアワーは唯一ちゃうかな。フットボールアワーさんだけなんかずっと追いかけてたな。ジェットボールアワーって漫才なんですよ、まあ、いやコントもやってる、もういろんな入ってて、でコーナーも入ってて単独の、唯一ちゃうフットさん追いかけてたん、なんかテレビ欄で、もうほんま深夜のフットのとか書いてたらもう印つけて、あーすげー、もうフットボールなんかフットさんの特番うわみたいな、昔フットやるみたいなわあった。だからそれもあんま言えてないのフットさんに、お前実際もう言わなかな、こういうの言うてかなか、インディードのやつ見てる今の CM 選手権みたいな、ね、フットさん出てるな、そうそう、空気階段とか、うん、そのマジラブさんとか、まあ言うたら俺らと近い人、はいはい、が出てて、おーって言ったら、フットさんがやってて、確かに、ね、それは、おーって、確かに。大物だったな、やっぱな。フットさん追いかけてたな。質問今日これ5個ぐらいいった。ちょっと、質問を皆さんどしどしください。確かに。テンポよく答えるのもあるんで。確かに。いらっしゃい。いらっしゃい。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。